ウエセ TV。 明けましておめでとうございます。はい、ね、そんな感じでね、2019年ね、晴れて明けましたということで、明けました。みんなでちょっとこう新年の挨拶的な、ところに行こうと思うんですけども、まあ新年の挨拶の前にやはりこの2018年をね、一度振り返った方がいいんじゃないかなと思いまして、一人一人、まあ2018年ちょっと振り返ってもらいましょうかということで、じゃあやりましょう。そちらからケミさん。2018年はツアーをやって、うん、PV を12本出して、うん、カッパになったり、うん、マロになったり、18号になったり、大変でしたね。大変だったね。大変でした。大変だったね。いろいろなんかみんなこうチャレンジの年だったよね。みんななんか新しい一面を、うん、見つけたんじゃないですか、自分の。そうだね。ケミーがあんなことするなんて誰も思ってなかった。私カッパ一回しか着てないのに、うん、でもマロはいっぱい着てるのに、いろんな人からカッパの話しかされなくなっちゃって。まあそれはね。そんなにあれ面白かったんだ。うん、もうあれ面白いよね。それだけのインパクトがあったということじゃないですか。じゃあ、もうね、そのパワーを忘れずに。やってみましょう。やってみましょう。いろいろ。はい。ということで、じゃあ次は出て。はい。2018年。まあすごく大変でした。でもなんか2017年だよね。17年の11月とかさ、うん、に新しいことやろうよ、うん、まあ、それが今年のこの12ヶ月連続 PV とウエステッド TV とライブ、うん、いやもう新しいことはできたよね。そうだね、うん、そうだね。まあでも自分たちも楽しかったし、まあ年になったり、うん、俺はアイドルすごい好きだから、うん、まあこれからもやっていこうなとは思うね、うんうん、ありがとうございました。はい、はい、なるほど。じゃあテンプ、はい、まあ、引き続きなんですか、はい、トライなことをしていたじゃないですか。それをやっぱ去年18年はこうなんつうかね、ライブ感にしろ定着できたんじゃないかなというふうに思いましたね、2018年は。え、自分があれだよね、あたかもやったかのように、あたかもこのライブ感とかをさ、こういう感じにさしようよみたいなのを、いやもう自分が発信で作りましたみたいなさ。そうね、なんかなんかちょっと腑に落ちない感じ。俯瞰的に見てる、ね、うん、見て、うん、そうだね。はい、私ですね、私ね、まあ、皆さんが言ったように、いろいろウエステッド TV、まあ、月1の PV とかね、武者修行ツアーとね、いろいろだいぶ多忙を極めましてね、いろいろ、失うものもね、早いな、多かったなと思いましてね、まあ、得るものも多かったんですけど、失うものも多かったな、お金と、時間と、彼女がね、私のものからね、元がこう去っていきましたけど、ね、その中で、結構ね、こう辛い、まあ、辛い1年だったので、私にとって2018年が。で2019年はもうね、それを踏まえた上でも前に行こうかなっていう、ね、感じでね、あ、もう2019年にちょっと抱負いっちゃいましたけど、うん、そんな感じでね、2018年はちょっと辛い年でした。まあ頑張ったからこその辛い年だった。うん、それも全て2019年のためにっていう、はい、感じです。はい、以上です。2019年は2018年に結構いろんな人との再会があったりとかして、いろんな出会いもあったりなんかがあって、2019年はその再会した人とのつながりをもっと大切に生きていこうと思います。うん、現場からは以上です。なるほど、ありがとうございます。2019年、目標は色気をつける。おお、ファビュラス。年齢的に、年齢的に。その年齢的にもね。ファビュラス。まあバンドはまあバンドで。また新しいことに挑戦したいなーっていう。常に挑戦挑戦ですよね。うん、じゃあ次テンプ。はい。まあ新たなこう出会いをこう脈を作ってこれたなっていうのもあったんで、まあ、そこをもっと広げて。2018年で得たものをさらにこう広げていく。なるね。友達100人できるかな。それですね、うん、それですね、それです。はい、ありがとうございます。私ですね、
まあなんていうかですね、まあ2018年やってたことも全てやっぱりこう2019年のためにというか大根出てくるね、そういうところにやっぱり行き着いてきてるのでね、その毎月 PV 上げるとかね、そういうふざけた動画を上げるっていうのもやっぱ広めるっていうね、僕たちの仮装をいろんな人に知ってもらいたいっていうところがあるんで、それをもっとリアルによりもっとこう直に直に、人たちにこう広げていくっていう、ところになるんじゃないかなというところで、じゃあ今年のちょっと活動の何ですか、報告発表、今年、僕たちは、リリースして、全国ツアーを行います、去年やってきた活動を、直に全国津々浦々、いろんなところにつなげて広めて、つなげて広めて広めてつなげてみたいな感じでね、いうことですよ、そういうことですよね、うん、はい、つまりはそういうことです。なので、全国のお前たち待ってよってことでよろしいですか、はい、そういうことでよろしいですか、そうだね、はい、はい、ってな感じで、ございました、ザ・ワイセット2019年の、抱負というかね、目標というか、だからこれがね、2020年の、来年抱負になってる時にすごくいい状況に変わってたらいいですよね、うん、なんか、うん、この活動が1年があったから、うん、みたいな、実ったねみたいな話ができるように今年1年も、皆さん頑張っていきましょうという形で、はい、見てる皆さんもぜひとも引き続き、応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。ではまたライブハウスでお会いいたしましょう。ありがとうございました。僕らはまだ進んでいけるだろう。 We are dreamer 夢見た景色へ。